10時です。あっぱれ、やってまーす。さあ始まりました、あっぱれやってます。木曜日担当城島茂です。城下城小本です。井上です。外見小峠です。アニシャです。川北舞子です。土島真子です。さあこの番組では毎週月曜日から木曜日までアイドル、芸人、ミュージシャンなど様々なジャンルのメンバーが90分間あっぱれな番組をお届けします。よろしくお願いします。大丈夫？すごいです。ガルシアです。ガルシアです。ガルシアって言った言いました。言ってません、言ってません。自分の名前しっかり言いなさい。あなたガルシアです。なんでどうなったらガルシアになった言ってない言ってないですよ。ちょっとね、今日の最後は楽しみすぎてね。はい、そう、うん、楽しみすぎた。そうなのね。はい、そうです。なんかあんのね。ある、あります。はい、今日翔太君なんかいつもとなんか雰囲気違いますね。何なんですか、髪の毛が抜けました。あー、すいません、ごめんなさい。よく言うよ、別に俺見なくていいよ。もう気にしちゃいないよ。色が、ね、抜けたわけじゃないよね。剃ったんだよね。いやいや、抜けた。いや、抜けたから前は抜けてる。いや、ま、前はいやいや、ピンポイントで、ね、いや、その結構広め抜け落ちたの。抜け落ちましたよ、それは年もうハゲですから、うん、ああそういうこと。そうそうそう、抜け落ちた挙句坊主にしたってことでしょ。なんで全部知ってんだよ。翔太は髪の色が、髪の毛の色がちょっと前回と、ね、前回髪の毛染めたって言っててもらいましたけど、ね、ちょっと落ちましたね。色が落ちたんだよ。若いからね、何でもできるよね。でもちょっとそういうこと偉くなんで、ストレートな感じなんですね。そうです、ストレートの感じ。全員の、私も髪染めてみたいんですよ。染めたら、染めるなら何色ですか。茶色にしたいです。なんでせん、なんでよ。ファンの方が嫌がるんです。もうこの黒髪がいいんだ。ね、それはやっぱりイメージがね。いるんだよね。ちょっと私のファンの方、うん、特にそういう方が多くて。もうほぼですね。人ぐらいおら。あ、でもいますいます。染めてみてほしいとか、女の子とかは割とそうなんですけど、あのトークアプリとかで髪、あ、美容院に行ってきましたって言うと染めてないよねってコメントが。染まってほしくないんや。だからだから、ね、そう、でも19になったんで、うん、卒業したし高校も、だからいいかなって思って見計らってました。でファンに聞いたら染めるなと。染めるなって、公約すればよかったのに。なんか分からへんけど、何かできるんだったらご褒美に染めてもいいですかって。確かに。何日間かだけ染めていいですか、試しにみたいな。お試し。でもあの今の時代ってその時代によって流行った髪型あったじゃないですか、うん、はい、あの昔で言うと、例えばトシちゃんヘアとかセイコちゃんカットとか、その有名人芸能人の髪型真似するみたいな、ありますけど、最近あんまないですね、そういうの。今誰なんでしょう、この人みたいな。特徴的じゃないんじゃない。いやでも似てない、似てるよね。男性もちょっと似てんのかな。そうね、雑誌とか見てもみんな似てるように見えますもんね。韓流の人全部前髪やん。あー、確かに。横少なくて、どこから前髪っていうぐらい前髪ですね、ですね。全部後ろからね、うん、持ってくる。キャンキャンが走りでしょ、あれ。あ、そうなんですか。キャンキャンの芸人のキャンキャンね、それはもうハゲ取るから。ハゲちゃうんですよ。あれ後ろから前にほんまにハゲ取る。芸人さんのね。そうなんです。もうあの雑誌のキャンキャンじゃなくて。ああ、おかしいだろうね。こっちの方です、ね。どんな髪型しました皆さん今まで。いや、もう全然変わってないですわ。もうずっと一緒です。一緒ですか。はい、全然かな、何風カットにしてください的なのも流行りも何にもないですよね。何が流行ってるのか分かんない。昔高校の時にその少年隊がデビューした時に、はい、東山さんのサイドバックリーゼントみたいなこうパーマ当てて、はい、前髪こう下ろす、うん、東山さんの髪型あるじゃないですか、はい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 、あれでパーマこれかっこええなみたいな、明星ヘアカタログみたいな、あったんですよ、そういうの。で持ってって、この東山さんみたいな髪型してって言って、美容室みたいな、理容室、理容室、看護師さんの、はい、ヒゲ剃るとこね、はい。で夏休み、初めての高校の夏休みで、それだったらまあパーマ当ててもええやろと。でロットがやっぱり田舎なんで細いんですよ、うん、で後から考えたら
太めのロットで緩くふわっと巻いているってことが分かったんですよ。巻かないとダメですからね、緩めに。そう、それを知らないじゃないですか。どうするって、いや、せっかくなんできつめに当ててっていう。もったいないじゃないですか。一つぎで、ね、すぐ落ちたら嫌ですね。高いしね。ロットがもうあれやし、キャーっていうで、パッと外して、パーマ液当てて。で、僕、おでこちょっと広いんですよ。あの普通の方より、はいはいはい、でパッと外してブローしてもらったら前髪が全然あらへんでチリチリのなんかパンチパワーみたいになって、いや東っていうよりかそのまま東やんかこれはっておっちゃんにすっごい怒ってもらって、それぐらい上までは行ってるんで、なかなかダサいパーマですよ。すごいですよ、細いロットできつめに当てたらビーバップの頃ですよね。そうそんな髪型ってほんまのヤンキーの当て方ですからね。泣きそうになりますよ。今ないですもんね。ほんまに今そのサイパーとかないもんね。ないね。ファッションリーダー今何ですか？流行りの髪は。知りたい。知りたい。流行りの髪？はあ、男子も女子も含めて。知らない。女子は？女子はでもなんだろうね。キコちゃんがショートで。結構なんかいろんな有名人ショートが多くて、水原希子ちゃん、水原希子ちゃん、そうで結構ショートが多い、パッツンも流行った、前髪も、ああそう、オンザ眉毛みたいなのが流行ってましたね。でもなんかそういうなんか、そうで、まあいわゆるね、あのレイコゾみたいな、レイコゾって言ってもパッと浮かばないです、ウォーズマン、ああそうヘルメット、ジェットヘルメット、わかんないんですけど、そうなんか。でも最近はそれこそ髪染めなくてもエクステとかつけれるから、最近の技術はなんかなんだろう、変えないで、なんだろう、パーマネットに変えないで、あのチェンジする方が人気かな。エクステつけたりとか、エクステとか、あとウィッグとか、中村あんちゃんみたいなさ、髪の人多くないですか？かき揚げ、かき揚げ系ね、かき揚げ系ね、原宿にとか表参道いるよ。わあ、表参道。色的にもね、髪の色もちょっとこう明るい色だよね。私らはあれが浅野敦子さんだったもんね。そうですね。そのイメージしかないですもんね。ね、ワンレン的なこの横さんと。ダブル浅野です。男なんかそれこそあのベッカムヘアが最後ぐらいだったんじゃないですか。めちゃくちゃ流行った。ベッカムヘア。なんちゃらヘア。確かに。大五郎カットもありましたよ。あのロナウドがやってます。流行ってないでしょ。ロナウドがやったから大五郎カットってなったんですよ。逆なんです。2002年のワールドカップでやってましたよ。ベッカムヘア。そっか、今やってたでしょ。みんなしてた。フジモンもベッカムやったもんね。そうだな。ショートモヒカみたいな。おばさんもベッカムだった。ベッカムだった。最近ないよね。そういうこと。飛び切りななんかそのなんていうの、バッて目立つような人の。あれがないよね。ハリウッドでもないんじゃないの、あんまり。そのないかも。ロナウド、あの今いるクリスチアン・ロナウドとかメッシみたいな、その人たちの髪型のマネとかってないもんね。確かにそうですね。あれはあったんじゃないですか、ネイマールのちょっとだけなかったですか。でもネイマールカットみたいなないか。そんなに有名にはならない。聞いてないですね。ないんだよね最近。翔太君はずっとどんなヘアスタイルでしたか？いや僕は結構やってる方だと思いますよ。ただ流行ってないですよ。僕だけがやってたことなんですけど。どんな髪型経験してた？何したの？横髪を片方だけパッツンにしたりとか。僕どこかを一部パッツンにしてたい欲がありまして。なんで？なんかテクノカットってありましたよね。あった。テクノカットがもうずっと好きなんですよ。どこかパッツンにしておきたくて、もみあげをとにかく残さないんですよ、テクノカットっていうのは。はい、ここもパッツン。今どうなんですか？今はもう全然やってないですけど、今どっちかというと前髪がパッツンぐらいな感じで、あとはあと左目の上だけパッツンにしたりとか、オンザ眉毛にしたりとか。全然わかんない。そう、なんか個性すぎて。堂本剛がやっぱりちょっと独特ですね。パイオニアじゃないですか、いろんな面で。ですね。あの部分染めとかね。あ、してますね。一部だけとか。なんとかメトリーみたいな。すぐやめたでしょ、本人。そうですね。流行りだしたらちょっと。あ、そっか。あ、すごい。流行りだしたらやめるんだ。自分でやったんでしょ、あれ。すごい。すごい。フェギョーかな？フェギョー？すごい。エクステ
今マイちゃんそう、育してやりなよ、ちょっと染めなくていいもん、それだったらいいでしょ、確かに、うん、やったことないんじゃないの、育してなんか、育してでもすっごいテンション上がるよ、え、教えどれぐらい上がる、いや、めっちゃテンション上がる、うはうはになる、つけてあげないよ、育して、いや、私はつけられないけど、でも今本当に全然、なんだ、もう1時間でつけて、全然1時間ぐらいで取れるもんだから、うん、全然1週間とか3日とか短くても全然、うまい、ちゃんと色をこう変えれるようなやつつけたらええじゃん、確かに、もう大人への第一歩じゃないけど、うん、なんかスプレーとかもあるから、うん、なんかまあ遊びたいなら、あと去年ぐらいに流行ったのはなんかヘアクレヨン、チョーク、ヘアチョークっていうやつ、ありました、チョークみたいなやつで描くんですよ、簡単に塗る塗る、でももう本当に雨降ったらもうこうアウト、色ついちゃうし、ね、でもそういうなんかフェス用にみたいな、ちょっと感じで夏は流行りましたね、今日のフェスね、雰囲気変わると気分上がりそうですもんね、まあなあ、でも小島子はあんまりそのお化粧してるイメージもないから、確かに今お化粧してんの、してます、してるの、見えないですよね、わかんないですね、どこしてんの、目元とかちゃんとしてます、描いてんの、はい、マスカラ塗ったりしてますよ今、はい、眉毛は、眉毛も軽く、でもそんなにしないです、メイクも15分あれば終わります、うん、早い、口元もしてないでしょ、口紅塗ってるぞ、口は塗ってないです今、うん、やらなきゃちょっと真っ赤な口紅みたいなやつしないですよ、急にやっぱびっくりするじゃないですか、私が真っ赤な口紅一回見てみたいんだよ、ちゃんとゴリゴリのやつね、そうゴリゴリのやつやってこい、今度仮想デートでほんまにバチッと決めなきゃいけないって思った時のやつのやつでゴリゴリのやつな、エクステつけて、確かにやってみたいですね、ちょっと一回やってみてよそれ、うんうん、イメチェン、イメチェン、ね、イメチェン、はい、はい、じゃあここで一曲お聴きください、はい、TOKIO のナンバーでフラジャイル、城島茂です、 MBS ラジオからあっぱれやってます、人物方程式のコーナー、ええ、知ってんだ、なんで最近やるねん、人の内面はやりたかったんだ、見てないのに、やれや、じゃあ言ってみ、今日あ、ちょっと待ってください、はい、はい、いきます、いい、人の内面は必ず行動に現れる、何気なく取ったつもりの行動にも無意識のうちに本当のあなた自身がうーうー顔を出しているのです、えぐい、いいやーそんなにやってんや、もう全く分かんない、このコーナーではリスナーだけが知っているこんなことする人イコールこんな人という人物方程式を紹介し、我々 MC 陣が成立しているかどうかを検証します、うん、はい、では参りましょう、はい、紹介しててください、じゃあ、はい、紙ください、紙いきます、はい、青森県青コーナー赤松さん、ありがとうございます、いつもありがとうございま す, います趣味が乗馬の女イコール、うん、身長がそこそこ高い、あ、高そうだね、スラッとしそうだ ね、まあ、ねそもそもが乗馬乗るときにね、うこう足が結構長ないと、うん、まい乗馬が趣味ってすごいな、河原ともみさんってでかいの、河原ともみさんってでかくないです、うん、60ぐらいです、うん、そんなでかい感じではないですね、乗馬が趣味ですけどね、河原ともみさんも、ね、すごいいいな、乗馬がってなかなか、なかなか出会わないですね、乗馬と競馬は何が違うんでしょうか、あーいいね、いい質問だね、全然いい質問じゃない、え、どうして川北甲子園マユコ、え、全然別物だよ、説明して、乗馬は自分で乗るやつで、競馬はまあ大抵自分で乗るよね、自分では乗らないでしょ自分で乗るよね、でも乗せてもらうわけじゃないからね、どっちも乗馬と競馬の違い教えてあげる、乗馬は趣味ですね、うん、趣味で自分で乗ったりするのが好きみたいな人が乗馬ですけど、はい、競馬はさ、ギャンブル、あー、かけてそうですね、レースってことですか、レースですね、はい、それの違い、そう、乗馬も
競技ではあるけどね。いや競技ではあるけど、まああのギャンブルじゃないですよ。ギャンブルかギャンブルじゃないかってわけですか。競馬と競馬は。いや全然違うけど、みんななんかどっこいどっこいみたいな言い方するからさ。競馬っていうのは、あれは馬に人は乗ってるじゃないですか。乗ってるよ。うん、どちらが悪いんですか。何が悪い。別にどっちも悪くないよ。負けた場合はどちらの責任になるんですか。でもあの乗る人が上手いっていう人たちもいる。すごい、うん、ジョッキーが上手いジョッキーみたいな人はいるみたいだよ。どちらにお金が入るんですか。じゃあ馬に入らないだろ。そう、ね、でも馬のオーナーには入るよ。だから人に、人なんだよ。そう、結局は人なんだよ。その馬を育てた人たちとかがいて、うん、あ、乗ってる人はまた違うんですね。自分の馬じゃない。そう、うん、そう。でもジョッキーにもお金が入る。うん、いいですね。勝てばね。次ください。うわ、すごい。切るね。切りがすごい。名奉行。はい、ばっさり。名前やってんすかね。いきます。岩手県しょうまこさん、ありがとうございます。ありがとうございます。すごい。売れないグラビアアイドル、イコール、うん、何か話題になることを模索してとりあえず爬虫類が好きとか言い出す。これはそう、これは本当にそう、そう突拍子もないこと言い出すんですよね。不思議キャラを作りたい人の目ってわかるよね。わかる。初に出るよな、あれ。あともう何すればいいかわかんないけど、とりあえず野菜マイスター。そう、あね、資格を取る。何の役にも立たない資格を急に取る。で本当に好きじゃないから熱が乗ってないからペライチよね。ペライチ出た。ペライチでマラソン始めるみたいな。あ、始めるね。ホノルルマラソンとか走りに行くね。誰のこと言ってる。確かにもうこれがだから自分なんていうんですか、自分からの発信のことじゃないから飽きるんすよね。そうですね。キャラクターって難しいよね。あれなんで言っちゃうんでしょうね、ああいう子らって。いや、ね、それはやっぱり事務所も間違いない。でもそういうことだと思うよ。売らしてあげたいっていう一つの取っかかりとして、歴史が好きとか言い出すやん。そう、歴史もあったし、爬虫類もそうですよ。あのとにかくヘビを巻いて、うん、取って、うん、私は触れるとか、飼ってるとか、やだ。不思議。とりあえず MC にえっって言われるのを待ってるから、うん、どういうことって、うん、じゃないとスルーされますからね。でそこで、いや聞いてくださいよっていう前向きのめりじゃなくて、うんうん、え何がですかみたいな聞くやつ俺、うん、こっち追っかけようとしてるの、うんうん、あれイラッとするような、仕方ない、自分から出しといてね。 そうですよね。あとなぜかレジデンス系のマンションに住んでて、それはもうパパでしょ、パパ。それはめっちゃわかります。わかるお前がなんでここ住んでる。それはもうパパじゃん、パパ。いやいや誰かいますよね、特定の答え。誰のこと言ってるの。それはもうパパですよ、パパ。この間色黒いなんかスーツ着た人と歩いてた。いやだからパパですよね、もうもはや。ダメですよ、ダメ。めっちゃわかる。なんか分かる、まあ、特定はいないですよ。なんか勝手な妄想ですよ。まあ、誰と、うん、とかではなくて、うん、そこまで派生するぐらいの妄想ができちゃいますね。レジデンス系ね。レジデンス系ね。26のエントランス付きの、なんで住めるんだみたいな。パパですね、パパ。行きますね、はい。福知山市、ペンネーム熱い扇風機さん。いつもありがとうございます。店員の態度がでかい男性、うん、店員への態度がでかい男性、はい、イコール、うん、西野カナが好きな彼女がいる。一個先言ってる。でもワンクッション入った。でもちょっとわかる、ね、今時な感じ。わかる。店員 の女性が男性にされる仕草で嫌なやつに結構入るよね、それ。店員に対して偉そうにするやつ嫌い。あんまり好きじゃないって言うよね。友達でも嫌だもん。これもよく言うじゃないですか、うん、嫌いっても知ってるじゃないですか、うん、未だにいます。俺いないですけどね、周り。そういうタイプじゃない。俺違うよ、そんな。だいぶ丁寧だよ、俺。ほんと、なんか丁寧偉そうに言うやつをあんまり周りで見たことないから、わからない。芸人は多分いないでしょうね。まあ、いるけど。いるんですか。まあ、いるな。僕の知り合いで飲食業、サービス業やってる友達いるんですけど、プライベートの時はやっぱりちょっとこう抜くみたいですね。なるほど。本当にもう自分だけの時はもうめんどくさいから。はははは。
なるほどね。仕事終わったらもう普通でいたいみたいな。でもそうでしょ。やっぱストレス溜まるんですよね。溜まるでしょ。うん、でもさ、店員さんでさ、やたら態度悪い人もいない？あー、逆に。それもすげえ謎だな。それはわかるやんね、もう。それはわかんねん、俺。ほんと？私は。どういうこと？どういう態度の悪さ？いや、わかんないけど、なんか、うん、あ、はいはい、みたいな感じの人いるじゃん。あ、そのバイトだろうな。働きたくなさそうな感じね。そう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 、ね、いるね、うん、やる気のない、うん、やる気のない満喫とかね、いますね、うん、だから俺がここで一生懸命働いたところで自分にとって利益がないっていう人は、ね、そうなんだよね。でもなんかアメリカはチップ制度だから嫌でもみんなウェイウェイしてくれるし、だからあの特番とかでバーッといろんなゲストの方が集まって、ひな壇じゃないですけど、うん、なんとか、番組名があって後ろにこう座ってるけど、はい、なかなか回答っていうか答えがね、回ってこない時の川北麻耶子さんみたいな感じですね。なんでよ。わかります。我関せずみたいな。なんでよ。私の時呼んでみたいな。いや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 。でもずっと押してるけど、だってつかないんだもん、ランプが。もうあれだよって結構大きめの周りに聞こえるぐらいの。これ繋がってないんだって。で、前の人だけでやるってやつだから、いやいや、いいよこれ触らなくて。違う、私そんなタイプじゃないよ。そうですか。なんで？違う。どうした？全然違いますよ。アメリカの日本に来た観光客の人が一番びっくりしてるのがそれらしいよ。へえ、あのチップももらえないのになんであんなに親切に、確かに、だからそう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 、そうですね、外国人に対しての、ね、まあ、丁寧なんだって、うんうんうん、っサービスはすごい、サービスがすごすぎて、うん、本当に、確かに、お部屋にチップ置いてないのに部屋が綺麗になってるんだけど、うん、それすらしがわからないみたいな、まあね、普通は絶対置くべき、確かに全部ね、うん、ね、チップするんですから、向こうは全て、うん、あ、どうしました？日本でもですか？え？日本でもやります？日本の方が日本人に対してはしないじゃん。もうそれが当たり前のようになってるじゃん。よかった。実もしてないと思ってます。そうそうそう、外国人の方はしなくても、なんで日本の人はサービスしてくれるのっていうのが疑問されるんだって。じゃあ行きますね、次。切られました、バスで。鳥取県、はあ、西野美希ちゃん推しの浪人生さん、はい。ありがとうございます。はい、ポニーテールとシュシュと聞いて、うん、ボニーピンクとジュジュを思い浮かべる人イコール人生ペライチ、うん、そうきました、きたかー、ひどいよ。ボニーピンクはペライチに僕は入ってないんですよ。歴史あるしね。ボニーピンク久しぶりに聞きたい。いやだけど古いじゃないですか、うん、ちょっとボニーピンクさん聞きたい、久しぶりに。ジュジュと一緒にされるとね、ジュジュさんに失礼ですけど、いやいや、ペライチか、ボニーピンクさん、ボニーピンクさん聞きたい、流して、歌いますせ、うん、歌はいいんですよ、ジュジュさんも、だからいいですよね、いいですよ、ジュジュも西野カナもみんな、めちゃくちゃいいんですよ、はい、もちろんいいんです、音楽性は、はい、ミンミもベニーケイもみんないいんですよ、はいはいはい、ただペライよって言ってるんです私、だから、うん、そういう歌詞だけを追っていくのは、はいはいはい、あまりにも自分らしさ出てないよっていう人に対してのことを言ってるだけで、鵜呑みにしますからね、全てをペライチがね、ペライチ、はい、あの シスターズでしょ、はい、いわゆるシスターズに変わった、シミショー出てこないね最近、あ、確かに、ね、シミショーください、皆さんおかしいでしょ、欲しがっちゃってる、うん、あとシミショー、シミショーとかナオトインティライミください、あ、ナオトインティライミ、ナオトインティライミ、お前が一番悪いんだお前の言い方悪いぞ、悪いの、いや悪いにしてましたよ、ナオトインティライミを2回言うて相当悪い、わー好きだわ、もう好き、誰かお願いします、ぜひいいやつ、だむちゃくちゃいい歌歌うけど、そんな愛するかっていうぐらいな人がいるんですよ、ナオトインティライミ、インティライミ何回言うねお前めっちゃ染みたわ今の、悪いなこの子、ね、何が、次はナオト来るな、もう呼びしてナオト待ってますね、ナオトとシミショーお願いします、インティライミ来て、聞いてる人分からんと思うナオトとシミショーって食堂じゃないですよねナオトとシミショー怖いよね連れやね、さあ
こんな感じで完全に我々の偏見でお話をしておりますが、あなただけが知っているこんなことをするイコールこんな人を送ってください。宛先はやるもくアットマーク mbs1179.com です。というわけで以上人物方程式のコーナーでした。ちゃんとやったやん。はい、どうぞ。あ、そしてこれから曲を流します、うん、放送部か、お前丁寧だね、給食か、お前やめえ、放送部。それではここで1曲お聴きください。 AKB48 で翼はいらない。遥かなる道の先を次長課長の井上です。 MBS ラジオからあっぱれやってます。え、始まっとんねごめんなさい。え、なんでさっきまでこうやってでね、ごめんなさい、つけとけよ、始まってるでも遊びに行く約束しました。タイトルを言いたいね。そんなのどうでもいいから。一緒にね、遊園地行くっていう話をしたんだ。長島スパーランドやろ。当たり前じゃん。もちろんですよ、うん、それ以外行くなよ。コーナー行きます。はい、翔太のクイズダービー。もう知らせる。久しぶりに聞きましたよ、これ。よしよし、なんつったって、たけし。さあ、このコーナーは、オーストラリア、あ、過去、小島レッドポイント、マコ、川北甲子園、マイコに、オーストラリアに移住、大橋、あ、違う、クイズダービーとして、一般常識問題を出題しましたが、今回、久しぶりに、新メンバーの青井キュート翔太くんに、クイズダービーへ出走してもらいます。そして、篠沢教授もただ見、あ、我々もただ見ているだけではありません。皆さんには2つのチームに分かれて、青井キュート翔太がその問題が分かるのか分からないのかを予想してポイントをベットしていただきます。最終的に多くポイントを持っていたチームの勝利となります。そして敗者には原平とし、あ、罰ゲームとして竹下恵子、あ、痛いお仕置きを受けてもらいます。もうベンガルサインよ。それでは井森美幸、あ、チーム分けを行いましょう。いい、そんな出てきましたね。そんな間違い出てきました。さあ、はじめましてですね。このクイズダービー、はい、翔太くんの問題が出しますよ、はい。出題をします。はい、それ問題が分かるか分からないかを予想してベットしてる。で、まずそれのチーム分けを A チーム、ね、B チームと分けます、ね、はい。いいでしょう。まずはこちらから。くじを引いていただきたい。リーダーから順番に。え、これはなんか過去にやったんですか？うん、過去にはですね、小島レッドポイントマコという、まあレッドポイントというのは、いわゆる学生時代にね、彼女が赤点をですね、はい、結構取ってて、なるほど、ちゃんとした勉強しましょうよということから始まったんですよ。はいはいはい。で、まあこれをね、翔太くんにもちょっと一回出題して、私にあります。さあ、それでは参りましょう。まずはチーム分けします。はい、せーの、ドン。 A、 はい、リーダーは B。 はい、まいこちゃんは B。 あ、一緒ですね、井上さん。 A です。小島真子さん A です。井上さん A なんですよ。河本さん B ということで、負けたんです。なんでですか。井上、小島真子、小峠さんが A チーム、はい、そして、はい、俺そっち行こうか。甲子園まいこ、リーダー河本が B チームで、はい、ちょっと一回席替えいたしましょう。はい、あ、席替えするんですね。はい、で A と B に分かれます。勝てそう。あ、そうだ。あ、無理や。なんでですか。あ、じゃあ、チコか。いやいや、回るもん。なんでですか。予想は私バカじゃないですもん。リーダー。はい。なんでしょ、あいつ、席めっちゃ低くしとるな。じゃあ、というわけでございまして、はい、この A、B に分かれて。この席いいですね。はい、ただし、これ負けた場合は痛いお仕置きがございますのでね。なんだろう。はい、そちらのお仕置きの方が。待ってください。僕お仕置きがなくていいんですか。はい、受けます。やった。なんで、いや、受けますって受けたことないですよ。そちらのメンバー。やったやった。大丈夫です。はい。ご自由に答えていただいて。はい。まあ簡単な常識問題ですのでね、おそらくわかると思うんですけども。はい。翔太くんがどれぐらいのレベルかっていうのが分からないですね。翔太はどうなんですか。アホなんですか。その学生時代どうですか。その前に、小島子さんはどうだったんですか。小島子さんはもうかなりのあれですね。で、例えばじゃあコンビニって何の略ですか。コンビニエンスストア、うん、でじゃないですか。で、うん、コンパクトびっくり西日本でしたっけ。なんで言ってんの。いや本当です。マジですか。でも違いますよ別に。西日本って、ね、もう天才かなと思ってました。この発想がすごいですよね。西日本、うん、
例えそれ、ね、2を分けるんですよ。分からないふうに答えてくださいって言ったとしても出ないでしょ。100回やってもその答え出ないでしょ。出ない。違うんですよ、別にそうだと思ってたわけでもないですよ、分からなくて。すごいね。じゃあ過去のね、はい、マコの資料が今来てますけど、やめてください、はい、掘り返すの。日本の国会を構成するのは、衆議院、うん、衆議院と何っていうので、うん、まあ正義委員と正義です。ああ正義、ジャスティス。うん、時速よくそれで時速80キロで走る車で2時間移動したら何キロ先まで行けるっていう問題。わ、ね、はい、ね、かりますか？答えわかりますか？もう一回問題お願いします。時速80キロで走る車で2時間移動したら何キロ先まで行けるっていう問題。はい、2時間ですよね。はい、単純にまあね、単純計算じゃないですか、これって。はい、だから。さてはバカだな。やばいね。え、パッと出ないの？午後だね。はいはい、マジでやばい。なかなかの人がいい。出た？ちょっと書いていいですか？いや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 。問題じゃないよ。じゃあもう飛ばしますね。640キロですね。あなたの答えは導いた答えがね。だいぶ行きますね。どういう数式で出たのこれは？640。葉っぱ60。時空を少し削ってますよね。違います。時速80で。それよりまだ翔太くんが出てないのがびっくり。ほら、私絶対負けないと思います。バカです。言った。一緒ですね。答えは何ですか？81600。勝ったー！やばくねー！バカですよ、皆さん。私よりバカだ。え、だって掛け算したもんだって。いやいやいや、翔太さんアウト。もうやばいね。8万キロまで進めますって。私の方がまだマシです。8万キロって言ったらどこも地球一周2周です8万。オーマイガー、信じられない。でもやったらすごいよね、時速80で2周したら。すごいですよね。すごいですよね。だから人がでかいってことですか？どういうことですか？人がでかいんですよね。一歩がでかいってことですね。一歩でも無理だ。無理。大きな一歩。はい。じゃあこれはちょっとなかなかですね。なかなかなので、五分。五分。資料として持ってきたんですけど、五分です。なかなかの五分来ましたね。すごいね。跳ねませんでしたね、こっちは。食っちゃいましたね。八万って言ってるから。壊れちゃいます。じゃあ行きましょうか。あの数学が苦手なだけ出したのでね、今の。出したので。はいはい、行きましょう。もうダメだ。国語もダメだ、これ。よっしゃ。苦手出しというね、出しがあります。美味しいですよね。よろしくお願いします。参りましょう。一問目はこちら。ヨーロッパにある国を三つ答えなさい。あ、これはいけるでしょ。これ余裕だって。これは余裕だって。どっち先行ですか？じゃんけんしますか？こなした方がいいでしょ。出さなきゃ負けよ。最初はグー、じゃんけんぽい、あいこでしょ。やったー、イエーイ。どっちや、イエーイってこれはどっちが決めてたの？どっちですか？早かったけどね。先行か後攻どっち選びますか？先行で。そうだね。先行を選んじゃいますか。じゃあそれ正解するかどうかを当てるんですか？はい。うん、どうですか？この問題、3カ国を答えなさい。わかるかわからないか。絶対無理。無理。はい。ちなみにあなたは分かっても、あなたは。私がわからないから無理です。わかんない。言えない。でも一応書きました。まあ。言っちゃダメだよ。言っちゃダメよ。言っちゃダメ。待ってますよ。待ってましたって。あ、やばい。じゃあどうですかね。いや、死ぬほど国あるからね。そっか、うん、広いんですもんね。ほぼ当たるからね。まあね、10ポイントですよ、それぞれ持ち点は10ポイント。これ4ぐらいいく？これわかるだろう。うん、わかると思います。これはいきましょう。これわからんかったらちょっと危ねえって、うん、確かに。うん、どんな目で見ていいかわからん。もうこれ外されたら。じゃあ3つっすもんね。3つやで。5いきますか。え、4いきましょう。4ですよ、ね、はい、5はちょっと怖い。じゃあこちらを4で、うん、それは分かるに、分かるに4、4ポイント、はい、ちょっと手堅く、うん、分かるに4、僕らは分からない、分からないでしょうね、こういうのが出そうな気がする。俺もです、うん、これ、こういうことです。ちょっとすいません、どういうの、そういうことなの。いや、それはいいやんか、リーダー。いやだってもうマネするもん。もうせえへんやん。マネしひんよ。どうしたお前。何やねん、鼻水出ちゃう。お前歯砕いてお前粉にしてる。あ
粉場にしたのか、粉場にしたのか、うん、こっちのセリフや、こういうのが出ますよね、なんかそんな気がするんです、いや見せてよそれ、こういうことね、え、ずるい、スースーチュー見せてもらう、真似するやん、もう変えへんから、真似しない、ええやろ、あ、そういうことね、あー、それはあるね、なるほどね、こういうことじゃ、結局前もそのパターンだったんだよ、わかるわかるとか言ってね、こういうことじゃなくてってことね、翔太いくつよ、翔太いくつ今、これじゃないってこと、今年の8月で29になります、やばい、ゆとりやで、ゆとりの第22年目のゆとり世代、1987年生まれです、そのパターンがね、円周率いくつの代だろう、わからない、あ、3とか、3とかの代ですね、な、うん、何ポイントいきます、丸って言ってる時代と丸5ぐらい、5ぐらいいっちゃいましょう、5ぐらいいきますか、これが出るわ、わかった、じゃあ5、わからないに5、はい、5、わからないに我々は、やだ罰ゲーム、わからないに 5いきます、はい、頼むでしょうか、本当に、さあ、それでは、一体どうなるんでしょうか、はい、改めて問題いきましょう、こちら、ヨーロッパにある国を3つ答えなさい、さあ、それでは翔太くん3つお答えください、どうぞ、1つ目が、はい、アメリカ、はい、うん、2つ目がニューヨーク、はい、うん、3つ目がワシントン CD、もうそれもう本気だ、え、ちょっと待って、ちょっと待って、リアルに小島子クラスじゃん、いやいや超えてる、超えてる、超えてる、やばい、やばい、やばいね、ねえ仕事減っちゃうよだって私大丈夫マジでマジで本当仕事減っちゃうマジマジ地獄だよ、これはマジやめた方がいい、マジでイメージダウンがもうすぎるマジで本当、3つ目なんて言いました、ワシントン CD、 オーマイガー、でもなんかアメリカも、言葉なくしてる、ヒートモーテル、ね、分かる分かる、え、ニューヨークとワシントン CD もどっちも全部アメリカ、CD は受けないのか、ワシントン DC ですよね、いや疑えよ CD よでも言った通りに言うと、うん、全部アメリカじゃないですか、ワシントンコンパクトディスクどこの私でも分かるよワシントンが出しました、すごいね、いやいや、そんな、おマイガー、やばいね、じゃあアメリカを知らんかったってこと、え、海外旅行したことある、ないです、あー、だからだ、いやいや、あーじゃない、あーでもないあーじゃないよどう納得しとんの、この一本じゃない、やばくない、行ってない人でも分かるに決まってんだろ、ワシントンだとなんて、これが出てこないんだよ、ワシントン、ニューヨーク、アメリカです、最低でもこれだよね、アメリカ、ニューヨーク、ワシントン CD、 うん、違う、oh、ヨーロッパのって言ったんだよ、そもそもちょっと本当にびっくりしすぎて、いやこれはちょっと新たな、すごいですね、とんでもないから、ね、ほぼじゃあヨーロッパなの彼の中でほぼヨーロッパなのえ、右上じゃないんですか、右上って何右上って何、あの違いますよ、カナダだよ、それカナダのことでしょ、真ん中ですよ、え、真ん中のちょっと左、バカは喋るな、とにかく真ん中のちょっと左、真ん中のちょっと左の真ん中ですよ、何言ってんの、え、どういうこと、どういうこと、真ん中のちょい左、もうインドとかで、日本の世界地図ってこと、日本の、日本の基準の、待って、世界地図の材料が多い、世界地図かけ、世界地図の、世界地図すぐパッとかけ、あ、絶対無理ですよ、でも、とんでもない、こうやってこう、すっごいわ、マジで今の第1問で、我々、リーダーチームがですね15ポイント獲得、はい、そして、小島子チームは6ポイントということで、今年29です、15対6ということになりましたけども、だってこれね、ヨーロッパのって言いましたので、あ、世界地図描けました、世界地図を書いてみましたけども、どこが何か書いてる、どこが何か書いてる、僕こっちヨーロッパだと思ってますけど、あ、でも似てます私と、ドラクエの地図だろ、でもこれワンの地図だよね、8ビットの頃ですか、何の頃ですか、こっちがだってモンゴルとかロシアですよねモンゴルとロシアは違う場所だよモンゴルモンゴルとロシアどこよ、具材が多い、調理しにくいねモンゴルとロシアは暑いと寒いだもんだって一人でいい、何言ってんだよ、わけのわからないやつ一人でいい、ちょっと気候で誰も判断してないんだよ、和島さんとガッツさんと具志堅さんいらないの、一人でいい、どっちも寒いんだどっちも寒いんだ、
面白いわ。各バカ一人。これやばいね。これ対決するしかないわ。ね、これまあまあまあ。対決しよう。確かに地理が弱いのかもしれません。そう。あ、確かに。いや、オープニングは数学がダメだったし、地理までどんか。何が得意？得意教科が何か聞くの忘れてましたけど。マジやばいね、これ。しかもやばい。次私たち高校ですよ。そうですね。やられましたね。まあでもまあ問題は変わりますからね。ガラリと。教科を変えてほしいですね。教科を変えてほしい。大丈夫、負けた方が勝つ。教科変えてほしいですね。そうですよ。行きましょう。2問目こちら。四国は高知、香川、徳島とあと一つは何？教科変わってないじゃないですか。チリじゃないですか。いや、あいつは無理だな。無理無理無理。これ無理だ。世界が世界広いから。いや、パスポート持ってないからという点で、まあね、100歩譲って日本は分かるだろう。ちなみに甲子園マイクは分かってました。あのデッドポイントマークも分かってます。もう自分でそういうの、もう自分でそういうのね。さあ先行が、ちょっと待って、先行私たちだよ。プロ歌手ファーでもあるから兼任。先行は A チームからとなります。何点かけますか？いくら？6ポイントしかないぞ、あなたたちは。いや、5ぐらい行きたいよな。確かに逆転のチャンス。分からないに5にね。うん、分かんない。もう俺いいと思います。分からんに5。あー、それ1残しで、うん、残しといてね。何問あるのこれ、まだ分からん。まだ分からないですよ。3問、全3問。あ、じゃあ1残し、残し、分からないに5。いや、もうこれにかけるわ。リーダーいかがでしょう。これあと1つ分かると思うんですよね。日本のいささか、ツアーで回ったことあるんちゃうかな。ツアーはしたことないですね。ツアーはない。じゃあダメだ。やべえなこれ。いやでも日本国内ではさすがに勘弁してもらっていい。マジで。わかるでしょ。うん、さすがにね。いや、私が一発で出るぐらいですよ。すぐ出たね。そう。すぐ出ました。でも私実家がそうだからね。ああ。っていうのもありますけど、でもさすがに知ってますよ。でもわかるでしょ。僕は行ったことないんじゃないかなと思う。行ったことないけど。その4つの中で一番有名じゃない？そうか。いやそんなことない。それは実家だからだ。そっか。傾向と対策は何も分かってないのか。アメリカ、ニューヨークって言い出したんだよお前いきなり。でも私でも分かりますよ。いやいいんだよお前、黙ってろ。そんなに言わなくてもいいじゃない。まあ15ポイントありますしね。まあね、じゃあ残り1でいっちゃおう。もうもうちょっと残せよ。いや残り1でもいっちゃおう。でも14ポイントいっちゃいましょう。わからないの方に。わからないの。わかるのか。わかるの方に。わかるの方に14いっちゃおう。いや14、そんなに信頼できる14も。俺でも絶対嫌だな。じゃあ10いこう。10。俺1だな。1ポイントだな。10いきましょう。じゃあ10いきましょう。じゃあ10いきましょうか。はい、はい、我々は分かるに10。はい、はい、そして、分からない方に5ということになりました、さあ問題のおさらいどうぞ。四国は高知、香川、徳島とあと一つは何？さあそれでは翔太参りましょう。答えをどうぞ。書きます。はい、ドキドキするな。お、スラスラと書けました。めっちゃ書いたね。でもはい、翔太答えを出してください。どうぞ。広島。ほら勝った。やばい。ほら見たことか。バカだ。やばい、事務所の人やばいですよ。お宅の翔太さん。やばいよね。やばい。信じられない。もう希望がない。むちゃ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 言うなおい。マジ希望がない。日本ですらわからない。ほんと希望がない。広島はもっと橋ですよ。え、あ、どこ橋？一人でええのよ。でも広島はもっと橋。どこで負けず嫌い出しとんの。ポイントは今はい、おさらいします。小島子 A チーム11ポイント獲得です。そしてリーダー B チームが5ポイントということになりまして、やった、勝ってる。勝ってるってことは負けてるんだよ。そうやって負けんだよ。結局バカ。さあじゃあ翔太。はい、最終問題挑戦しましょうね。はい、頑張ります。翔太すごい偉いな。でもな、立派になった、よくなったよ。すれてないんですね。小学校3年からでね、もうすれてなくよく来た、ここまで。ラストの問題いきましょう。ラストの問題こちら。よし。この番組を放送しているラジオ局を漢字4文字で言うと何？ええ、え、来た来た来た。勝ちました。うん、
病気か、うん、お前どうした急にいっぱい書き出して違います、私は分かるよっていう、うんうん、あ、こうだ、分かった分かった、ちょっと待って、この問題私やりましたよね、はい、やったんですか、やりましたね、やった、間違えた、告発のケビンベーコンがもうそんなことやってたり、やめなさいそれ、告発のケビンベーコンみたいなやつをなあ、壁にいっぱい書いてたけど、自分の小学校の時代にお前あのメジャーリーグの試合をずっとってやっとんねん、一回の表から喋って壁にずっと書いてたやつと一緒にやってる、クリスチャンスレターやめなさい、いやでもこれはまこちゃん、うん、英語間違えたよね確か、なんかあそうです英語バージョンやりました、そうそう、何の略詞みたいなやつですよね、さあ A チーム B チームの、答える権利でございますけれども、はい、いきます、はい、はい、我々の B チームからということになりますので、いいですか、はい、B チームどうでしょうかね、死んでもわからない言われようが言われようが半端ないです、絶対わからない、絶対童話がいてもわからないってことで、ただし童話がいてもわからない、あでも待って待って、川北真由子さんは答えれたんですよこれね、いやわかんないと思う、あんまり言わないもん、言わあのそもそも漢字がどうこうとかじゃなくて、ね、単純にあんまり発表しないっていうか、う言わないですよ ね、 すよねラジオ内で、ないですよね、確かになんとかラジオみたいな感じでは言うしけど、あの、うん、台本にも英語表記なのでそれの略詞が何かはまではわからないんじゃないかなと思います、リーダーいかがでしょうか、わからないという、だって、うん、普通関西人は絶対し知ってますし、あと仕事を受けた時点でどこの方とお仕事してるかっていうのを認識してないとプロとしてダメじゃないですか、はい、というかね、それが分からないまましてるっていう時点に問題があるわけですから、うんうん、ちょっと私たち同じチームですよ、そう、いやだからどちらばらないで、いやだから本当は分からないと、うん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 、だからそれは普通は、ただしこの場合は問題が、うん、問題が、うんうん、なんて言いましたあなたは、問題を読む人は何て言ったんですか、この番組を放送しているラジオ局を漢字4文字で言うと何、漢字4文字かもしれない、そういう可能性ね、いつもこのレッドパニック、漢字をだからいいじゃん、分からないです、分かってないけど漢字はしない、そうだね、分からないでいいと、間違えるパターンです、うん、我々は間違えるに全ポイントいきます、うん、B チーム分からないに全ポイント、さあ小島レッドポイントマコチーム、はい、11ポイントありますが我々は分からないに全部いきました、いや分かります、分かる分かる、なんて言ったって私が分かるから、あら、うんうん、一緒なのね、じゃあ、ほら分かってる分かってる、私成長しましたよね、ね、うん、なんつったってなんつったって私が分かります、そこも巨泉さんをたださっきから、うん、なんつったって私分かってるけどねA チームが分かるに全ポイント、はい、B チーム分からないに、いや分かるって言って全ポイント、私ら何も言ってないんですよ全部でしょそんなの、全ポイントって言われてますけど、全ポイントいつもそうだよ、全部でしょそんなの、小峠さん漢字4文字でしょ、はい、絶対分からんって、うん、これは分かんないですよ、いやいやでも分かる、リーダーが分かるって言ってるから、いやでも残してても意味ないよ3問なんだから、うん、そう、いやもう違う漢字4文字で言い出すってなんとなくやけど、ことわざ的な空前絶後とかなんか分からんけど、でもそれも仕方ないですよ、これも全部行きましょうよ、そのもったいないこと全部行きましょう、そうそうそう、貯金しててもしょうがないんだから、もうドーンと行きましょうよ、カット全部行こう、ドーンと、そうだそうだ、いいねいいね、罰ゲームやんねんな、あそうか、なかなか痛いよ、痛いよ、1残せば、1残せば罰ゲーム回避できんねんで、いやそれはいい加減、それはずるいよ、うん、どうしたんよ初めてやる罰ゲームだからどれぐらい痛いかわかんない、え過去にないやつですか、過去にないやつだから、え最悪、あの手の甲でお鼻のところをなんかガシャ早い、そんなに早くはないかで、いやすごい勢いで今生々しい罰ゲームあります、死ぬ死ぬ小手で鼻を殴るんでしょで言うてる割には手の甲って言ってるから、どうやら大丈夫こうやってるから自分でやるのそうですそ自分でやるのバラエティでも何でもないですか、ね、全部行きましょう、全部行きましょう、はい、この際だからね、翔太君ここは行きましょう、翔太君今ねお仕事してるんですから、分かるな、うん、じゃあほんま分かってくれよ、これ MBS ですよね、ここでお仕事してる、うん、そうです、うん、問題のおさらい行きましょう、うん、MBS は知ってんだ、この番組を放送しているラジオ局を漢字4文字で言うと何、さあそれでは翔太君
よろしいでしょうか。ペンは走んだよ ね, ねそうなんだよね。でもね、まこちゃんもそうなんですよ。ペンはめちゃめちゃ走るんですよ。よく考えろ。めちゃめちゃ速いから ねポジティブおバカちゃんってとにかく迷わないよね。そうそう、迷わない、すぐ書くの。ここやっぱすごいとこだと思いますよ、うんうん、直感がね大事ですよ。悩まないですもんね。一番腹立つのは悩みに悩んで間違える人って結構重宝されないじゃないですか、うんうん、すぐ答えるんですよ、うん、これがやっぱ偉いです。そうですね、かけます。期待してますよ、お願いします。かけた。どちらがどっちでしたっけ。何があのかけたの。わからないです。わからない。いやいや、私たちがわからない。あ、わかります。井上さんチームがわかる。いや、あなたチームなんですよ。あ、まこチーム、うん、わからないにかけたけど、でもわかってほしい気持ちはある、うん、やっぱり、うん、仕事してますから、わからないにかけましたけど。さあ、それでは翔太くん参りましょう。答えをどうぞ。東京支社。うわ、いや、合ってんじゃねえの。合ってるけど。合ってんじゃねえの、これ。合ってるでしょ、これ。というわけで、死者なんか、どうなんやろ。東京支社。勝者 B チーム、リーダー河本、河北甲子園舞子勝利です。勝ったまた微妙な調子じゃん。もう翔太さん、バカ。審議。いや、反動合ってんだよ、うん、どこの東京支社なのよ、うん、いや、半分も合ってないよ。4文字全部間違ってますから。いやいや、まあそうだけど、まあ、どこの会社の東京支社なのって。え、 MBS を知りたかったんだよ。ちょっといいですか、はい、聞いた方がいいんじゃない。あ、小島子さんなんでしょ。やっぱ大人いいんだから、はい、東京支社って何ですか。もう止まるんですよ。もう仕上がりすぎ。もう混ぜるな。東京にある社会。酢豚作っとんねん。シチューは混ぜるな。東京にある社会。東京にある社会なんだよ。もう散らばりすぎだよ、うん、東京にある会社。東京にあるんだよね、うん、ね、うん、あ、じゃあ合ってますよね。都庁行ってこい、お前もう一回都庁な。都庁行ってきます。都庁覚えたんで今日。何やねん、ムカつく言い方するの。都庁行ってきます。いや、ということは見事勝利でございますので、罰ゲーム、うん、いいですね、はい、罰ゲームは痛い痛い、うん、ね、やったことあるじゃないですか。クリップをそれぞれに変わらへんやん。えー、やだ、女子もですか。女子もやばいですか。一個だけめちゃめちゃ本気のやつがある。あ、これはダメだよ。それはダメダメダメ。どこにつけるんですか。ステンレスのクリップあるじゃないですか。ステンレスはあの小峠さん。いや、それはそうだよ。なんで俺ステンレスなんですか。それはそうだよ。どこ小峠さんの頭皮、はい、どこにしましょう。リーダー削れちゃうよ。どこします。どこにしましょう。どこが、ね、どこがいいですか。みんな平等で、どこがいいですか。鼻にしようか。うやだ、痛そう。まぶたどうですか。やばい、ちぎれます。そっちにまぶたちょっと映るから。そっちにまぶた残すことになるから、はい、そのまま。どこですか。涙袋ね。いや、死ぬ。痛い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 。永遠に泣くって。もうこれぐらい。いや、もう永遠に泣くって。何見ても泣くようになるから。これぐらい。最悪。どこがいいですか。やっぱメンズと女子はちょっと別。女子はじゃあ手の甲。なんでやねん。耳にしよ。耳 OK。 耳にしましょう。で、メンズどこ。はい、耳。あ、一緒 OK。 お前チームのリーダーだろ。いくよ、はい、挟むよ、はい、急に混ぜて、はい、ちょっと待って、ゆっくり、せーの、痛い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 。軟骨で来るんだよ。軟骨来るんだよ。やりました。見事リーダーチーム勝利。勝利いたー。いやいやいや、翔太ありがとう。翔太ありがとう。翔太ありがとう。ステンレスのやつ、翔太さんのせいだ。これステンレスちぐはぐやね。ほんで、うわ、え、あ、マジか。それは痛いわ。また痛いところ知ってんだよ。もうむっちゃバカですよ、ほんとに。やば。え、ちょっと翔太さんは、翔太さん、毎日放送ですよ。ちょ、ほら、ま、教えんなよ。あ、翔太が勉強せんやろ。そうだ、私もそれで成長したから。そう、うん、そう、いや、すごっ。またね、ね、すごいね。これはちょっとやりますね。新星が出てきましたね。だから翔太、これは ある意味翔太もこれからいっぱい覚えれるから。はい。な、うん、覚えていこう、それで。覚えていきます。はい、というわけでございまして、以上、翔太のクイズダービーのコーナーでございました。じゃあ曲いきましょうか、翔太くん。はい、はい、青い翔太で聴いてください。スタート。歌う
イキング小峠です。 MBS ラジオからあっぱれやってます。さあリーダー、はい、普通のお便りが届いておりまして、東京都のペンネームのたてそとさんからです。ありがとうございます。僕は野球が大好きですと、はい、大好きすぎて電気屋さんのテレビをすべて野球中継に変えてしまいました。あら、ありますね、ワンテレビのバーって、ね、うん、ちなみに裏番組に井上さんが出てました。え、本当にごめんなさいって謝罪。でもね、野球が好きなのでね、でも仕方ないですよね、うん、俺出てましたか、うん、全て野球中継に変えて井上さんの裏番組見てない。じゃあ土曜日、あれって勝手に変えていいんだ、あの電気屋さんの。そう、でもリモコンとかでこうやってこういろいろ、そっかそっか、自分が見たいのがいい高画質なのか確認するためにもね、とかね、いろいろあるじゃないですか。変えちゃったの、うん、あとあのデジカメとか置いてるね、電気屋さんとかなら自分が映ってるところを何回も確認する子供とかね、いますね、やりますね、それはことありますけども、うん、どうですか、あの町の電気屋さんで全て野球中継に変えたお話、一人一つずつ。ないですよ、ないでしょう、一度もないです、うん、そらそら言い出す怖いですよ、ないですか、組織ですから。あ、そうです。こちらですね、普通のお便りが届いてまして、はい、大分県のペンネームの薬満振り天野郎ですね。30までに結婚したくてお金を貯めていますがなかなか貯まりません。高いんだね。何かいい方法はないでしょうか。ちなみにパチンコをたしなんでますという。はい、いい方法、いい方法あります。お願いします、はい、甲子園真由子、自動積み立て。お、何でしょうか。自動積み立て の, あの自動積み立て の, の自動積み立ての口座を開く。私もそうしてますけど、あの毎回あのその給料が振り込まれる、はい、同じ日に自動的に違うところにいくらかが振り込まれるので、それはまあ必然的に使わなくなるという。私もしてます、ママが。そうそうそう、自然と溜まってくるんだ。自分の手元にお金来ないわけ。来ないです。なるほど、のためにって。あのそうそうそう、その自動踏みす自動眠たいんか自動積み立て、どうですか。川北浩司麻友子さんの意見で言いますと、はい、自動積み立てで使わないお金があると あるということですよね。だから一切触らないやつが、そうだからそれでも生活できる人は分かるんです。うん、でもその積み立てをしたと思う。違う違う違う、聞いて、彼はあのパチンコに使っちゃってるでしょ、だから余裕があるんだよ。だからその余裕ができちゃうのがダメだから、それをもうどっかにしまっちゃって、娯楽をなくして、そうなくしてもパチンコができるお金がもうなくなればいいんですよ。全部それを積み立て金にすると。そう、積み立て金にしましょう。貯めたいなら努力をしなさいってことですね。そう、努力し、もう何でもは手に入らないんですよ、ね、娯楽を捨てて、はい、我慢をしないと自動的にお金は貯まりません。でもね、パチンコってね、やめれないんですよ、ね、だからその額を減らせばいいんじゃないですか。減らせば、いやだってあと10回転とか回して、違う人が座って、出たら、ね、悔しいですよ、そういう思いもあります。じゃあなんか変えたらいいんじゃないですか。パチンコに代わるゲームを見つけるとか、オセロとか、それでね、あのアドレナリン出ないんですよ、やっぱり。確かにね、パチンコから出るアドレナリンとは違いますからね。全然違う。翔太どれぐらいあの貯金とかあるの。今も貯めてますよ。貯めてんの。だって僕あの将来、あの両親を東京に呼ぶために貯めてますもん。両親今どちらにいるの。福井県です。あ、福井県。そうなんですね。そうです。だからめっちゃ北陸地方もでもええとこやんか。そうなんですよ。北陸はわかる。わかりますよ。え、あのはい、福井県とか、石川県とか。小島子ちゃんなんかアドバイスない。お、一休さん考えてる、考えてる。さすが一休さん。まこねん、考えてんね。おい、あーやっぱり、でもあれじゃないですか。何ですか。ごめんなさい、なんていう質問でしたっけ。本当ごめんなさい。でしょ。違うんです、違う違う。正解は、こうやってやってたら、今質問思い出してて。何を考えてたんですか。何がポクポクの時間だったんで。眠いんです。眠い。違います。私もう一ついい案がある。あ、貯金がお金が止まらない。今ね、500円玉貯金してます。あ、素敵。そう、500円玉貯金もなんか貯金箱が開けられないんですよ。そうそうそう。で、100円ショップとかで今私30万円貯まるやつやってるんですけど、それやるとか。俺ね、それ今数百万貯まってるんですよ。すごい。
い。500万円でですか。うんうんうん、すげえ。30万のやつ何個か持ってるってこと。50万のやつ。50万のやつどこに売ってるの。いや、そこどこに食いついてんの。でも井上さんとかは得意そうですもん。しかなかった。私なら割っちゃう、すぐ。豆そうだもん。違う、割れない割れないの。缶オープナーがないと割れないの。そうそう。だからこいつがこう結婚して子供生まれた時にお祝いしてないんですよ。そっから僕貯め出してるんですよ。へー。で、このこいつの息子が生涯で一度だけ俺に挑戦権があるんですけど、それを持ち上げたらそれ全部やるみたいな。あー、だかゲームですよね、だから一瞬。私も混ぜてください。持たれへん。いや、手折れるよ。私も混ぜてください。ただしやっぱり そんなに貯めれるほどそのやっぱお金がな い、ね、やっぱないんですよ。もうそれならしてますから。いやでも500円だよ。1ヶ月500円でいいじゃん、別に。じゃあ小島子ちゃんどう。どう、いや、シンキングタイム結構あげたよ。うん、みんな、みんな、あなたのつなぎを言ってくれてるんです。すいません。あなたが質問の内容わからないってなったの。お金を貯める方法。教えてください。お金を貯める方法。うん、うん、でもやっぱり使わないのが一番だと思うんですよね。使ってないつもりなんだけど、やっぱお金ってなくなっていくじゃない。あ、じゃあ、ご飯を一食減らす。おぉ。あ、やだか。なかなかしんどいよ、でも健康だよね。じゃあ、お菓子をやめる。食べてんの、お菓子この人。本当食べてるはずなの。でもパチンコやってるってことはお菓子も食べるんじゃないですか。そうなの、偏見の塊です。手ベタベタになる。大偏見。ハンドル。やっぱパチンコに行かないことですよ。まあ、さあ、減らせばいいんですよ。回数をね。はい、週1とか。でもね、週1結構行ってるね。行かなかった時に限って、久しぶりに行った店員に、あの日来ればむちゃくちゃだよ。いや、だからそういうこと言っちゃダメだって。いや、でもそういう時に信頼でね、解放でね。そういうこと言っちゃダメですって。ね、すいません。ダメです。どうするね。行かなかった時に。の日に限っていつも打つ台がむっちゃドル箱。だからそういうの言っちゃダメですってな。いやし、多分久々行くともう限度知らんと攻めるよね多分。いやだからそういうの言っちゃダメですって。向こう3人とも好きだからダメだよこれも。同世代の翔太はどういう風にして貯めてったの。僕はまあ、結構ねスピリチュアルな感じになっちゃうかもしれないですけど、僕はいいそれ教えてあげ。僕は財布の色を青にしました。青って財布の青って使う時に一瞬冷静になるんですって、はい、初めて聞いた、今のいいんじゃない。で赤だと、もうなんていうんですか、お金がこう使っちゃうっていう、お金を燃やしてしまうみたいな色だって聞いて、青にしたら僕確かに結構物欲はもともとないんですけど、でも欲しいものは絶対買っちゃう人なんですよ。だけどもその買っちゃいたいものでも一回考えたことがあります。冷静になる。冷静になって、だからそれも未だに買ってないですもん、今欲しいと思ってるもの。一番いいの出ましたね。ちなみに欲しいものは何なの。ラジオだから分かんないんですけど、分からないのか。峠さんからの、峠さんの右2メートルぐらい肘からあと小島子さんの右肘ぐらいまでのテレビが欲しい。あ、いや、なかなかでかいな。50以上あるよ。僕今50ぐらい、僕今これぐらいのテレビなんですよ。14インチぐらい、いや、21ぐらいね。はい、やっぱ50インチ、60インチの欲しいです。テレビが欲しい。50ででかいと思うけどね、2ヶ月経つともう慣れてる。慣れるんですよ、ね。そうなんだよね。これ60買おうっつって、60買うとでかいってまた慣れてるんですよ。わかるわ。そうですよね。怖いもん。人の目の慣れって怖いですよね。わかるわ。あ、なるほどね。青色に変えてから急に冷静さ。私青にしようかな。俺ゴリゴリの赤やけどね。どんぐらいの青ですか。どんぐらいの赤を。結構青ですよ。あ、でもここまでいかないですけど、ちょっとこれじゃあネイビーとかでもいいの？青田ぐらい？ネイビーぐらいでもいいんですか？あ、ネイビーよりも薬用のスーツぐらいの色。こういう薄い青がいいの？こういう青がいいの？銀シャリのスーツぐらい。あ、この線と同じぐらいの色ですかね。あ、じゃあネイビーっぽい。ネイビーかネイビーよりもちょっと薄い青。濃いめの。アルフォートのあのケースぐらいの色。いや、もう例え、具材が多い。例えの具材が多い。そうですよ。僕やってましたよ。はい。ヤスキオからアルフォートまで出たから。どれ？いいですね。全部コーンやで。アルフォートですかね。アルフォート。青いね。アルフォートの箱ぐらいね。ブルーって言った。ブルーね。あのリッチミルクじゃない方ね。そうですそうです。そう、スタンダードの方。リッチミルクも美味しいけどね。でもリッチミルク近いかもしれないけど。美味しさはいい。じゃあ青にしま
ましょう。縦外さん、いいね。縦外さんの話はしてない。誰の話？役満振り天野郎の話、ね、質問覚えてないやつがペンネーム覚えてるわけがない。役満振り天野郎さん、青にしましょう、すぐに。ただね、これリーダー、30までに結婚したくてお金を貯めていますが、はい、っていうことなんですが、実際の年齢がわからないわけで、はい、今がね、もうギリギリなのか、25ぐらいでしょうね、ねなのか、うん、多分パチンコね好きな方はわかると思うんですけど、僕も好きでよう仕事がない頃、うん、モーニング、はあはあ、並んでたタイプでしたね。モーニングあった時代ですね。そうですよ。でやっぱりギャンブルってうまくできてますよ、うんうん、ずっとやってたら必ずマイナスになるもんで、うん、自分の中で言い訳して今日出たからこんなの取り返したみたいな思いながらも、はいはい、一回正面につけてみるんですよ、うん、どれぐらい使ってか、トータルやると絶対負けてるはずなんですよ。負けてますよ。それでなんか自分は行ったつもり貯金っていうの、なるほど、だいたい5000円ぐらい毎回ちょっと負けやすいなと思って行ったつもりにして、その5000円を貯めといてっていうのをしてましたね。はー、ねえリーダーやっといいこと言った。同期のやつがそれつけてたんですよ、収支表、はい、で毎日浮いてるんですよ。向いてる、毎日プラス出てるんですよ、強いわ、お前才能あんねんなと、でそれが3ヶ月続いたんですよ。それはすごい、お前すごい、すげえ、すごすぎるやろ、すごいなって言って、ちょいちょい行くたびにあのセガサターンがなくなってたり、ドリームキャストがなくなってたりするんですよ。ちょいちょい家具がなくなっていくんですよ。ゲーム機だ、まあなんだか、で最後テレビなくなったんですよ。ええ、よっぽどっすよ。結局そいつ嘘ついとったんですよ。帳簿に。もう自分で嘘ついて勝ったことにして。行きたいからね。妄想で。オーマイガール、もうそこまで入ったらもうカウンセリング行くしかないわ。すげえ。パチンコでね、それは楽しむもんですから。おっかないわ。でもラスベガスとか行ってルーレットとかですごい好きが強い人もいますよね。楽しそう。バカじゃんけど勝つ人。バカ好きする人ね。だからこればっかなんとも言えんけど、自分がどうなのかってことですよね。そうですね。あと、まあ結婚したくてお金を貯めたいって言うんだったら、そうね、積み立てをして、そう、本気で、本気で貯めたい人、あと回数を減らすか、回数を減らすか、いきなりなくすとつねもね、そうですね、ちょっと楽しみがないとね、いや、あと違う楽しみ探しましょう。あ、まあ、それもね、確かに新たな、それがいい。まあ、僕ゲームですから一切お金かかりませんからね。確かに、ゲームですね。ただなんかさ、貯める楽しみ、なんかちょっとずつちょっとずつ通帳がさ、お金がいっぱいになっていくのもすっごい快感だから、それを一回味わったら、そう、パチンコはもう捨てると思う。5000以上は勝てなかったかもしれないですけど、それさっきリーダーが言ったね、今日行ったから5000円プラスしたんだよっていうので5000を貯金するっていうのはね、そうそうそう、プラ5000円でもパチンコではすごい大きなことですからね。変わりますもんね。1ヶ月苦労して5000円貯めてても、パチンコで1分で稼げますからね。そうなんですよ。それがそういうこと言わないでよ。だからさ、やっとまとまったじゃん。いい加減にしてくれるもん。パチンコ頑張るしかない、ね。内側なんだよ。あとはまあその30までっていうことのね、自分の中できちっとね。パチンコしかよ。確かに。そう、30までにという自分で期限決めたんだったら、これまでになんとか貯めるように。なんとか貯めるしかないよ。30からですからね。男は。なるほど。そっからどんどんいろんなことが始まっていくから。うんうん、それまでにはちょっと貯めといた方がいいかも、はい、お願いします、はい、頑張れ、はい、というわけでお便りじゃんじゃん募集いたします。宛先やるもくアットマーク mbs1179.com までよろしくお願いいたします。 AKB48 の小島真子です。 MBS ラジオからあっぱれやってます。さあ、ということで、はい、お別れの時間近づいてきましたけどもね、はい、もう6月今日最後ですよ。早い。もう4月です。うわ、夏だ。次、七夕。七夕だ。もう時期ですよ。上半期、そう、突入ですね。七夕テンション上がる？はい。何するの？七夕って何するの？何大人が七夕何やんの？デート。七夕デート？七夫祭り、彦星の気持ちになって。遠距離の人？遠距離の人がね。違う。彦星の気持ちになって。七夕祭り。七夕祭あるの？あとお願い事ね、あるんじゃないですか。なんで一言やねん。お前が喜んだから聞いてんのに。なんで拍手までして一言になって。
願い事お願い事、そうです、書きました、ね、あ、短冊は書きます毎年、えーえー、えらいえらい、どこに吊るすの、うん、あのデパートとかにあるじゃないですか、よく最近誰でもね、でも私も 毎年やってるな、やる、うん、てんの、家に飾ってますよ。あれってアメリカってどうなんだ、いい気がある、いやないんです、ないんです、ないんですけど、一応日本人だから家ではやってて、そう、だからそれで美少女コンテスト受かったんですよ私、そうマミーが七夕に全日本国民的美少女コンテストでグランプリ取れますようにってやったんですよ、何人からか聞きたいですか、10万人です解決しました一人で全て解決しました、いやでも本当にやってるそれだから、そう本当に叶うからみんなやった方がいいよ、本当に、なんか叶ったことあります、書いて、いや書いたかどうかも覚えてないそうですかね、書かされたぐらいしか記憶ない、書いたことがありますね、え、何を書いたんですか、七夕の時に一回だけ書いたことがあります、もうこれ以上家庭に不幸が訪れないようにって全員で書いた覚えがある、ガチじゃないですか、ガチそれ、あの七夕どうかできないでしょ、七夕どうの騒ぎじゃなかったですよ、とにかくもうこれ以上不幸が起きることを願うしかないよ、七夕以外でね、そうですよね七夕じゃ背負いきれないでしょだから七夕のも言ってたやろ、まあ、お前のやつ無理だってとにかく親父から逃げろってそんなことよりちょっとだから翔太はあります、書いた思い出は、いや僕も男の子ですから、はあ、あの七夕って女の子のそっかあの男の子っていうか女の子のイメージがあるじゃないですか、確かに七夕って、あ、違う、ないよ、関係ない、関係ないでしょ、七夕関係ないだろ、騙された今、でも信じちゃった、いやでも七夕って女の子が、まあ、こう短冊に書いて、こう、あ、そう？おひな様と同じような感じなのかなと思ってました。イメージ、ね、だから僕はこうデパートとかに飾ってあるそのお願い事を、どっちかというとこうどんなお願いしてるのかなって、見てるのが好きですね。デパートのやつに飾って叶うかな。どこにでも最近ありますね、叶いますって、まあ、そのデパートが建て壊しとかあるからさ、そうやね、デパートが なくなる時あるから、ね、デパートが存続しますよねって書くしかないよ、遊園地とかでも書けますよ、鹿島建設とかって書くしかないよね、そうか、じゃあもう今日で6月最後という、最後でございました、まあ7月7日七夕と、あ、本当だ、はい、はい、それではお時間です、月曜火曜水曜もぜひお聞きください、お相手は城島茂と城島小本と井上と大臣小峠と青井翔太と川北麻衣子と小島真子でした、それではまた来週、さよなら。